さっきとほぼ同じビッグですけど、マルファイテンはバンされたね。まあ、ザヤラカンかな。無難に。グランガス。グランガスはね、これ非常にフレックスですので、まあ、賞味 DFM のグランガスは全部トップなんじゃないかという気もちょっとしてるんですけど、いや、ジェットすごいね、マジで。毎回先出しじゃん。アーリってことは、もう出したこれアーリ。もうすごいピックアップ重視の構成だね。タムケンジバーンしてくんじゃないの？ワンちゃん。まあ、ラカン一番出したかっただろうけど、ノーチじゃない？多分ノーチだと思いますよ。DFM の。で、ワンチャンさ、DFM トップ、レネックはやりすぎかな。ちょっとワンチャンあると思うけどね、レネクトン。リネックトンくん。まあそうね、DFM はもう、見るからに結構ハードエンゲージな構成しますっていう顔してるから、こっから戦国は、そのディスエンゲージが得意なチャンピオンをピックしてくると思うし、DFM は逆に、ピックアップが得意な、まあ何かその、強力な、単体ダメージ、もしくはその CC 持ってるチャンピオンをピックしてくると思う。俺はノーチだと思うけどな。あちゃお。うん。フレッシュね。まあ、スレッシュはエンゲージもディスエンゲージもできるし。あとは結構アフェとね、当勢と一緒にビッグすると、やっぱ、当勢の奴らが生き残りやすくなって、結構強気な立ち位置を取れるようになるんだよな。スレッシュはいいビッグですよね。魔法界？へぇ。え、マジ？うん。これ、言おうと思ってたの俺。ノーチかブリッツだって、これほんと。もう信じてほしい。もう本当に信じてほしい、これが。チームのテーマとしてはもうめちゃくちゃ明確で、まあ戦国はさ、集団戦強いじゃん。それだけだよね。もうただただ集団戦強いよねっていう感じ。ただディスエンゲージはちょっと弱いかな。あと、徒歩性が多い。っていうのが一つ特徴としてあるね。徒歩性が、まあ実5人かな。魔王界もダブルスからないとブリンクできないから。で、連戦はちょっと弱めだね。まあアフェが出てる時点で弱いし、ベーガーも序盤弱いし、トップはちょっとマシって感じ。で、DFM の構成は、ピックアップ構成だね。めっちゃ分かりやすい。めっちゃ分かりやすいです。もう誰か一人捕まえて、そいつを即死させてから、戦っていくっていう構成。で、ここが結構そのバランスが良くて DFM って実は、ディスエンゲージもめっちゃ得意なんだよね。まあ、グラナスの E、ウルト、あ、まあ、ザヤのウルトもあるし、まあ、ブリッツはディスエンゲージできないんだけど、まあ、死んじゃうのウルトもあるし、だから、戦国はね、がっつりこう、一発でその試合を決めたい。集団戦でなんとか やってやりたいっていう構成。DFM は、自分たちが有利な状況になるまで、うやむやにひたすら進めまくって、で、ピックアップできそうだなってところがあったら、一人パッて倒す。で、ダメだったらひたすらディスエンゲージして何もしない。っていう構成だね。まあ、アーリーが6になってから多少何か起こるかもしれない。ボットレーンで。ボットレーンで。トップでたまに何も起きないんですけど。グランガスが揃っても、サイオンが揃ってもどうでもいいので。で、レーンの主導権がどっちになるかって言ったら、DFM なんだよね。特にボットミット。だからドラゴンだとかは、DFM の方が取りやすいと思うけど、でも戦国側のさ、ウェーブクリアが早くなってくる。つまりベーガーとアフィリオスのビルドが揃うようだとちょっと難しくなってくる。そうなるともうがっつり5対5の集団戦をせざるを得なくなっちゃうから、 DFM 側で5対5の集団戦はね、絶対できないんだよ。絶対できない。 DFM 側弱いです。集団戦は明らかにね、ミスって、誰かがほんの少しミスってアーリの E かブリッツの Q に当たろうもんなら DFM の勝ちです。で、外したからといってその仕掛けることもできないっていう感じなんだよ。でもね、戦国でエンゲージがバカ強いです。まずマオカイのウルト、サイオンのウルト両方アンストッパブルというか止めれないんだよね。絶対誰かしらは当たらなきゃいけないっていうウルトだから、俺はトータルでいくと戦国の方が有利だと思うな、マジで。ただ、この中盤、そのあくまでその戦国が有利っていうのは、中盤まで誰も捕まらなかった場合の話なんだよね。だからその捕まらないっていうのも相当難しいから、まあ、ワードだったり、あとミクロってのもすげえ大事になってくるね。20分ぐらいで、DFM が、ゴールド差、3000ぐらいつけてないなら、
相手のもう厳しいからって感じかな、DFM 正直そのぐらいまでなると、今の状況ってアーリの方がプッシュ早いです、ザヨの方がプッシュ早いです、だからミッドボットの主導権があるんだけど、アイテムが揃ってきちゃうと並ぶんだよね、アーリとベイガーのウェーブクレアの速度。そうなると手動をアップ E から、あれスレッシュ打ち上げた、いやうまい、これがブリッツのお手本ね。まず E で打ち上げます。 E で打ち上げると敵がビビってフラッシュとかブリンクを切るので、そこに Q、 ちょっと当たるスキルから打てってのは意味、打つ意味ってのはこういうことだよ。でもしハープが Q を普通に打ったら、もうスレッシュが普通に反応してフラッシュって終わりなんだよ。それで反応できないはずはないから、プロが。さあこれでよりオットリの主導権が DFM 側に傾いたっていうことになるわな。だからこういった次のドラゴンも取れるだろうし、もうほぼ今の時点でほぼ確定だと思うし、だからジャオね、多分触るってか多分ね、これ DM ねドラ触って触るとさ、相手が動くじゃん、移動するじゃんドラゴンま でそこの間で多分捕まえに行くと思うんだよね。今多分触ってると思ってるの DFM、 まあこれ触ってるよドラゴンって戦国は思ってて、でそうなると動くじゃん、でそこ捕まえたいんだろうけど、分かってるというかもう完全に捨ててる感じじゃない多分ドラゴンを。死んじゃうがドラ取ってる間にファームしようみたいな感じに見える。おっさあとこあるよ、9のレンジ、ああまあまあこれ戦国うまくやったね、アリアがスキルカース選定で、はい触ります。でこれはねもう寄ってこれないから、ミッドもボットもウェブの主導権がないから、まあ見ての通りアフィリオスが遅いんだよな、やっぱ序盤どうしても。まあドラは、まあ、ここはまではもう普通というか、もうこうなるよねって。ヘラルドも取ると思うし、あ大丈夫だね。いやでもこれ決まる、あ死んだ、あー無理だ、フラッシュある、あいや死んだんじゃないかこれはさすがに。あでもえブリッツが間に合えばだ、プラスコーンが目の前にある、パッシブのコーンも入りました。トルツー最強、今日ベートもしてますちゃんと、バッチリ。今のウルトよかったね、あのマナなかったからさ、グラガスそのどのスキル使うかっていう選択肢があったんだけど、ウルトで大正解だったね。あそこで E 使ってたら多分追いつかれて死んでた、ちゃんとウルトまで待ってたのマジ偉い。でワンスヘラードはできないんじゃない、どうだパチンコ、皆さんこれパチンコです、これパチンコ、おお外れたんですが、おお今もお金覚悟だけでフラッシュを刺さる。いやまあただフラッシュの使う位置次第で、いやこれねやっぱね絶対さ土建今日ね調子悪いというか1試合目で絶対メンタルやられてる、だって今の当たってなかったもん、普段の露見だったら今の絶対フラッシュ切れなかった、当たってねえじゃん見てから。でも今のでフラッシュ切っちゃったのは完全にひよってるというかメンタルがやられてるね、マジ。はい、普段の露見だったら絶対今のフラッシュ切らない、当たってなかったから。でも今日の露見はもう完全にビビってます、当たったらどうしようっていうのがマジで見て取れるね。うん、あやばい、アリアのチャームが外れたが、さすがに戦国のDFMが強いか、どうだ、うわっ、まずい、あヘラルドも取られた、まずいですよこれは。え、これまずいです、え、すごいボットルンよりが早すぎる、アリアフラッシュあるね、アベーガーロケマジで余裕がない。今度はボットラリアの E が当たんなかったね。ワンスがうまくやったな。ワンスが綺麗にかわした。スキル。お、うまい。うまいな。ここで前に出るもんね。もう一度仕掛けられないように、さらにはグルシュの身に留めて。やりづらくなっちゃうね。で、ボットに流れていく動きっていうのを意識するとは思うんですけど。さあ、ちょっと後ろ目を取って、エンティランタン準備。ただハープスピード上げるぞ。パワーヒストノックアップ。読み合い読み合い。いや、見てみんなこのコントラート2本刺されましたからね、今。スルシュのランタンに。通常のワードも含めて3つ。今では結構読み合いっちゃ読み合いだったんだよな。そのスレッシュのダブルランタンに合わせて今ブリッジはね9残してた。もし飛んでってもその道中を9で捕まえてやるぞっていう。そう、これもフラッシュがあったらね、また違った。ランタンに乗れるかどうかっていう。これ、綺麗に隠れてたんだね。まずそこにいるって把握してなかったんだな。スレッシュが。ですからエンティ選手ハープこれいつからいたの、このプッシュに。条件は明らかにそんな予想してなかったっていう感じだけど。
ブリッツがこう来ると思ってなかったから、もう反応できると。見てから全然反応できると思ったら、まさかの位置から、ブラッシュで来た。ワードも刺されまくってランタン使えなかったし。まあ、これはもうみんな知ってるところだと思うけど、まあ、スレッシュのダブルってクリックするとジャンプできるわけだけどさ、スレッシュのところに。あれ、ワード刺されまくると、あのワードクリックしちゃって飛べないんだよ。ワードの判定がでかすぎて。まあ、ここはなんかあれかな。ラッシュ成功。まあ、こうやってこうがっつり集まられると DFM 側としてはちょっと難しい。その集団戦がっつり集団戦はちょっと勝てない。ただまだ全然 DFM のペースだと思う、この段階だとね。全然ティールこれバレてるのかな。形になってますが、ワースが探している。あとここで見えた。え、なんかすごいインした、すごいインしてる。イベントホライズンの中で、あ、なんだなんだ。え、これワンスも死んだんじゃないこれ。入ってますが、ワンス主人の進撃で。あ、ワンスは死なないか。ノイス。ノックアップをもらってシャツダウン獲得はアリア。いや多分ね、あ、なんだろうな、今のは1キルシャットンだったっぽいな。多分シャットン拾うために結構無理なプレーをしたのかな。誰にキル入った今。ジャオ？アーリー？どっちだ？分かんないな。いや、ワンスが間に合うからってことで来たんだけど、あの思ったより多かったんだ。思ってたより DFM の人数が多すぎた。 2,3 人だと思ったら4人いたっていう。あ、え？あ、なるほど。降りてくるところにコンシャンクレンズか。どうだこれ、クレンズの反応も早かった。ちょっとミスったか。次のヘラルドファイトの時もしかしたら響くかもしれない。戦後ケミがこうドラゴンを取ったことによって、ドラゴンソウルの、え、あ、やべ、ロケーロケンよ。あ、生きたけど、生きたけど、あ、まあ、じゃあこれ悪くないわ。生きたのセーフです、これ。フラッシュ切ったのが痛いですね。ここはちょっとずれ、まずい、モロケンのメンタルが。絶対ね、本調子ではない。急に、普通に捕まったもんな。ロボットアウトが取れる。皆さん、こういうタモンさん全然タワー割らないのよ、これ。CS を落ちさせます。極力 CS をさせるというこの動き。お、魔王カイサー、今流行りというか、あれだね、なんだっけ、イーブンシラード積む魔王カイだね、魔王カイジャングル。ドラゴン一個。味方のダメージアップさせちゃうよーんって感じ。どっかでペースアップする。できればミッドアウターは取れる。いや、DFM はね、絶対その一人ピックアップしてから触りたいんだよな。ヘラードは取りたいけど、もうだいぶベーガーも強くなってきてるから、全体的に。サイオンもすげえ強いから、誰か捕まえてから行きたいと思ってるだろうね。この差大きく出ますよね。うお！トライルフック。ノックアップサイレンス、巨人の進撃は間に合ってイベントに合わせるフックエンティ決めましたが、うまい。ワンスが倒されています。うまい。ハープが今、ハープが今3、4のウルトをね、体で止めた。えらい。さあ、パズのフロントは非常に熱いで、ブリッツ最強。まあ、結局プロもね、ブリッツの球に当たったら死ぬんだよ。3キル獲得はデトネーションフォーカスミー、3、1トレードからミッドのプッシュをそのまま続けて。そういうことなんだよね、結局。たまたった。よっく死ぬか。ボディスラムのスタンも死んだ。ユタポンがはあぶはあぶ最強。まあ、うかつ、ここワンスなんで捕まったんだろう。ブリッツ見えてるよな。ハーフ選手がこのワードブリッツ見えててワード殴って、あ、これワンスどうしたんだろうな。これミスったね。ブリッツ言うの分かったけど引っかかってしまいましたね。なんだろうか、なんだろうね。まあ、まあ、やっぱね、いや、これ戦国大丈夫かな。まあ、ちなみにここでトルツーズはとんでもないミスをするんですけど、まあ、置いてみましょう、それは。グラナスのウルトで、アフィロスがすごいピールされるんですけど、置いといて、まあ、多分スレッシュのランタンでなんとかなるって思ったら即死したんだろうね。え、待って、これ、ヘラウルト取れた。え、違う、これ、どっち、みんなこれ。イヤホンつけてねえか分かんない。左右からプレッシャーかけられると。ヘラウドあれ、何？魔王界が取って。アリエの位置は見えてますが、いや、プレッシャーが重くのしかかる。よく生きて帰ってきたな、魔王界ね。ふうって生きて帰ってきたんだ。エンティがアリア、すごい。え、バレてる、バレてる。わっ、アリア、偉すぎ。なんかクレンズ持ってる、このアリ。このアリ、なぜか。魔導書でクレンズ持ってる。偉すぎ。激ウザじゃん。イベントホライズはトルツをスタートさせていますが、続くフックはスティールには届きません。チャーム当てた。から再びアリア、チャームが入ってボディスラム、最後はアリアが締めていく。大ゴリを DFM じゃん。ましたがランタン回収間に合って、これは生還していきます。強すぎ。でも2キル獲得はデトネーションフォーカスミ、そして今当たらなかったものの、もうハープが、ハープの Q の精度、俺の目標だと 200% だね。今年はね、やっぱ3強並んでると SGC も強いし、戦国も強いし、なんならもうフェネルとか他のチームも結構強いじゃないですか。
DFM なんだよな。そのタイミングで皆さん今更ながらプロシーンを見る上でのコツというか楽しむ方法なんだけど、もう一発ですかね、一人一人にフォーカスしてみると結構面白い。その集団戦、まあ、目立つプレイヤーってのは絶対いるわけだけど、まあ、主に ADC とミッドなんだけど、まあヘクステックドラゴン、うんち、おヘクステックドラゴン強すぎるだろこれ。そのせいでロケン死んだけど、ヘクステックドラゴンが強すぎて。ってのを置いといて、例えばその目立たないようなそのサポートとかトップの動きを見てみるっていうのはすごい大事というか面白い。みんなやったことあるでしょ、なんか音楽、好きな音楽があってさ、今回はドラムの音に集中してみようみたいな聞き方したことあるでしょ俺だけ。まあでもこの試合はもう完全に DFM かなって感じが、もう装備差がやばすぎて、もうなんかもう集団戦もすでに勝てないね。これは完成するまでは戦えないんですけど、 DFM 適当にバロンを触っていきます。もうファイトしようぜと。はい、皆さんここでアーリの偉いポイント、偉いポイント1個います。こんなに勝ってるのになんでバンシーなんですかと思った方いらっしゃると思います。もっとさ、まあ、ダメージのでシャドウフレームとかボイドスタッフとかでいいんじゃないかと。ゲームワンを通してですが、違うんですね、これね、事故らないためなんですよ。ただ事故らないためだけ。でもめっちゃ勝ってるわけだから、これ以上勝つ必要はないわけだよね。これ以上攻撃に出る必要はないわけだから、もうね、防御でいいんだよ。ただ事故らないためだけの装備を買えばいいだけなんだよね。だから安心。勝ってるじゃん。うわ、アリア、これ。えらい。今、バンシー持ってるからってことで、魔王界の受けたね、自分で。えらい。ミュー左利きか、そういえば。そんな話があった気がするな。いや、カウン、トルツートルツーのウルトのインゼックが決まったパズフラッシュアウト、しかついていくスティール、兵器新速。ポンさんはウルトの方向をミスったけど、全然大丈夫。もうまだアフェリオスビルドが整ってないので当たれない。まあ、最近も本当に昔のアニメを見返したくなっちゃうんだよな。うわもう最高。おいおいおい、もうクソゲー、クソゲーだろこれ、どう考えても。スキル1個に当たったら死ぬゲームじゃんこれ。ここまでちょっと感動しちゃったな。ここまでちょっと笑っちゃったさすがに。え、両方強すぎじゃね DFM。 まあでもね、これ違うんだよね、フック当たりすぎだろうじゃないんだよね、これ実は。考えてほしいんだけど、グラガスのウルトを意識して、チンジャオの W 意識して、アーリの E 意識しないと、その上でブリッツの Q も意識しないといけないんだよ。だからかわさなきゃいけないスキルがめちゃくちゃ多いわけ。しかも全員東西なんだよ、戦国。そこが響いたよな。もう東西だから誰捕まえたってよくねみたいな感じだったら、結果的に。そう、普通、リバーススイープ。まあ、2-0 から返すことってないんだよな。なぜかっていうとメンタルがぶっ壊れてるから。もう普通のプレイヤーだったらもう戦国がもう勝てなくね、このゲームってなってるんで絶対。このチームにどうやって勝つんだよ、絶対なってるんだよ。そこをどうそのできるかだよな。まあ、普段の積み重ねが大事だと思うけど、そこは。